者目線。取材を続けている岡村記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あさってから厳格化されるんですね。はい、この10月からで変わるのが、大きく2つあります。1つは経費ですね。自治体がふるさと納税寄付していただいた際の経費をもう5割以内に決めましょうというルールが1つで、もう1つはですね、原材料ですね、熟成肉と精米に関してはもう自分たちの都道府県のものを使いましょうという、主にその2点が変更となりました。はい、でその影響はどうなんでしょうか。はい、まずこの厳格化によってですね、利用者の方から見ると今まで返礼品をもらう際の寄付額ですね、寄付する額が少しちょっと上がるんじゃないかというところで、これまでに比べるとお得感が薄れるんじゃないかというと、で一方で自治体側から見ますと、やはりその経費のルールが厳しくなりましたので、これまでたくさん、ラインナップを連ねていた返礼品の数がですね、絞るといった、そういったこともあり得るのかなと思います。国としましてはやはり返礼品をめぐる競争がかなり激化してますので、それにかかる経費がもうかなり自治体によっては広がっているというところで、そもそもの趣旨はその自治体の方々を応援してあげようという寄付をいただいて、それをその地元の自治体で政策に使っていくというのが本来の趣旨ですので、ちょっとやっぱり返礼品にフューチャーされすぎてて大変な部分もあるんで、で実際取材したこれ2つの自治体なんですが、泉佐野市も皆さんご存知かと思いますが、全国でも5位の受け入れ額があるんですが、今回熟成肉と、お米ですね、除外となりました。で影響なんですが、昨年度寄付額集めた中の 23%、 およそ4分の1をですね、この商品で、寄付をいただいていたので、これ額にすると32億円分ぐらいなんですが、これが失われるというところで、自治体もそうなんですが、やはりこの業者の方ですね、今後従業員のちょっと解雇もあり得るんじゃないかという声も聞かれています。一方兵庫県北部にある香美町なんですが、もうカスミガニの有名な香美町はもう返礼品の6割がこのカスミガニというところで、カニを重点的に返礼品として扱っているところなんですが、実際にこれ寄付する側の人から見ますと、10月以降ですね、すでにもうちょっと上がっているものもあるみたいなんですが、今までよりも 10% から 20% 多い金額を寄付額として支払わないと、今までと同じようなカニが届かないといったルールになるということで、でこの上町のですね、担当の方はですね、これ今回の経費ルールだけじゃなくて、そもそもカニは冷蔵冷凍での配送になるということで、配送費がもともとかかると、でさらに最近のですね、配送コストが上がっているというところで、経費を5割以内に収めないといけない新ルールなんですけど、今の時点では経費がもうさらにかかってきそうなタイミングでのこの変更ですので、少し頭を悩ませているという状況です。町の皆さんの反応はどうなんでしょうか。はい、これ実際に私声として聞いてきたんですが、ラインナップをですね、具体的に指定して返礼品選んでる人、もつ鍋と馬刺しっていう方もいればですね、ハンバーグとサーモンも決めてるんですが、これ実際にどこの自治体での返礼品を選んだかっていうのは、もう自治体に関してはすみません覚えてないですっていう、リアルなお声もありましたし、そして一番右の方はですね、還元率とサイトのポイント、これポータルサイトのですね、ポイント還元とうまくリンクさせながらふるさと納税を使っているという、そういう声も聞かれてました。で実際その課題というのは具体的に何かあるんですかね。はい、今皆さんもさまざまなお声あったと思うんですけど、今現状ですね、やはり返礼品と、このポータルサイトのですね、還元率なんかが、やはり寄付する人にとっては重要だという声の中で、こういった指摘を専門家の方がおっしゃっています。東京財団政策研究所の平田さんにお聞きしたんですが、これ今回の経費のルールの中に、自治体側はですね、ポータルサイトの、掲載してくれているポータルサイトに手数料をお支払いしているんですが、それがこれ非公開ではあるんですが、だいたい 10% から 15%、いわゆる寄付した額のうちの 10% から 15% 近くというところで、手数料をなんとかならないかなって声が上がっているんです。でただですね、この今の現状のふるさと納税制度では、やはりこのポータルサイトを使わないとですね、大きな寄付額を得られないという、これも紛れもない事実ですので、そのあたりちょっとやはり自治体側からすると強く言えないという声も聞かれています。本来だったら横須賀さん、これ自治体にちゃんと届くはずのものなんですよね。そうですよね、でしかもその原資っていうのは基本的には税金とか、あるいは公金の可能性があるから、私競争ってね、その過熱の部分もあるかもしれないけれども、その一方でいい品を届けたいとか、その自治体の PR にもなってて、いろんな返礼品以外にも、例えばピンポイントで小児医療のこの施設支援したいとかっていうのを出してたりもするんです。だから私競争は一定必要だと思う。で
改革するんだったらまずこっからちゃうかなと。そうですね、そのポータルサイトのこの10から15分ちょっとあまりにも取りすぎかなと思うんで、国はまずこっちから着手するべきなんじゃないかなと改めて思いました、ね、そういう動きにならないんですかね。そうですね、今まあ現状ですとふるさと納税っていうのは全国での受け入れ額の総額は今9650億円というところで、もう制度開始からこれちょうど15年経つんですが、もう1兆円規模になってきてるんです。でそのうちのこれ概算ですけど、平田さん曰くですが、まあ、サイト手数料に関してはまあその 10% ですので、まあ、1000億円程度まあ動いているんじゃないかというところ で、うん、で現状ポータルサイトの数もですね、まあ、30以上というところで、もうここ5年前ぐらいからですね、まあ、かなり増えてきているというところ で、うん、でまあ実際にこの自治体の中の半数がですね、そのサイトの数ですね、うん、契約しているサイトの数はもう5つ以上は、うん、まあ、登録しないと、まあ、うまくやっていけないという実情もありますし、取材した上町はですね、実際にサイト13のポータルサイトと契約しているというところで、うん、やはり、まあ、ポータルサイトとうまくやっていかないといけないという声は上がっています、うん、取材を通してどんなことを感じますか。はい、ふるさと納税というのはやはり税金に関わる制度ではあるんですが、今制度開始から15年が経ちまして、ビジネスとしてはこれもう寄付額9650億円というところで1兆円市場になってるんですね、うん、なので返礼品とポータルサイトのまあ運用によってここまで成長してきた、まあ、ある種ビジネス市場ではありますので、これちょうどこのタイミングをきっかけにですね、まあ、本当に制度のあり方ですね、まあ、ポータルサイトの手数料も含めて一度やっぱ議論が必要なんじゃないかと、そのように感じています。はい、ここまで岡村記者でした。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。